えー、大阪府20代学生、カサバルラジオネームカサバルティッシュさんからのお便りです。大阪府20代学生だらけですね。すごいね。大阪で俺、局地的人気誇ってるね。お家の回線が悪いとの話ですが、どれぐらいやばかったんですかはい。やばいよ。もうこれね、もう俺、俺もうこの回線の話題だともう真顔になっちゃうくらいやばい。ちなみに。ま,あ、まず配信は全くできない。で、配信始めると、なんか YouTube のね、YouTube スタジオっていうその、アナリティクスが見れる方の、 それの配信バージョンがあるんだけど、その、今の配信の状況とかコメントとかバーって見れるようなね、その、ページがあるね、ホームページっていうかあれがあるんだけど、ネットの。そこがね、もうずっとね、配信にバッファーがかかってますって出てんの。だからラグがありますって,って。で、もずーっと各駅停車で止まりまくるってくらい配信はできない。で、あのね、今はね、もうだいぶマシになったんだけどね、タルコフって、まあ、てか、オンラインゲームがもう全くできない状況だったのは簡単に言うと。 オンラインゲーム全くできないし、YouTube 見るのも死ぬほど重いし、あとね、てかそれプラス、めちゃめちゃ重いプラス、なんかね、定期的にね、全くネットが使えなくなるの。ブザーンってネットが切れちゃう。ネットに、ネットに、その Wi-Fi の、あれでアンテナは立ってんだけど、その、ネット自体が死んでるから、だから家のルーターとは繋がってるけど、ルーターがもうネットに繋がってないみたいな状況になってて、やばかったね。 一週間ぐらい前にだいぶマシになったんだけど、ちょっと、配信はちょっとまだやって、あのー、ね、非公開でテストしてみたけど、やっぱ無理だったんだけど、ここら辺の、まあ、ゲームとかはできたから、ね、動画撮ったりとかはね、できますから。でも普段ね、YouTube 使う分にはね、大丈夫になったから、まあ、多少マシなのかなと思うけど、まあね、やっぱ配信できないって個人的に結構痛くって。このね、オールナイトグリッポンとか、ね、本当は配信とかでやりたいとこはあるし、まあ、こんな風に、ね、今お便りとかいう感じでやってますけど、<laughs> ほんだったらね、コメント拾ってから話したりとかもしたいわけだから。 だからね、なんていうか、結構その、今ね、いろいろ考えてて、あの、配信だけ別の PC でかやって、その別の PC をまた別の Wi-Fi、だからモバイル Wi-Fi を、うん、UQ モバイルとかいろいろあるじゃないですか。まあソフトバンクエアとか、まああんまりあれは主評判良くないけどさ。まあ、いろいろのモバイル Wi-Fi がありますんで、あっちの方に、を一個契約して、ちょっと家工アパートですか、工事するってなると、ちょっといろいろ大家さんの相談とか金余るか大変だからさ。 まあ、も、工事不要のモバイル Wi-Fi をその配信だけ専用に買っておいて、あの、契約しておいて、えー、別の PC から配信するっていう形でちょっと今いろいろ検討中です。あの、配信が好きな方はね、申し訳ないです。本当にちょっと、ま、ちょっと物理的に不可能な状況ですので、そこはね、ちょっともうしばらくね、えー、お待ちいただけたらなと思います。動画もね、えー、ちょっと、一週間ほどちょっと、 僕自身が忙しかったっていうのが、編集者さんの方も結構忙しかったので、いろいろ動画上げれなかったんですけど。今日、まあ、昨日、今日あたりからですね、ちょいちょい上げて、切り抜きとかもね、上げていったりとか、ま、あ普通に作った動画とかも上げていくつもりですので、まあ、あちょっとお待ちください。で回線が悪い話のに、ね、全然違う話になっちゃったね。<laughs> 回線ね、あ、な、ちょ、やばっあ、今さ、大学の課題って結構オンライン提出じゃないですか。あの、オンライン提出なんだけどさ、 Wi-Fi が先月末なんだけど、1月末に、の夜の12時までに出さなきゃいけない課題で、あのね、なんかね、俺なんか知らんけど、4G あるじゃんその iPhone とかの、携帯のモバイル通信あるじゃんその月々何ギガまでみたいな。あれを使い切ってたくさくってどう思うなんでか知らんよ。俺使い切るようなこと絶対しないのに、その 4G 回線が死ぬほど重くなってて、それで課題出せませんと。で、家の Wi-Fi も死んでて、やばい、これ課題出せねえってなって、マジで。 その定期的にさ、Wi-Fi が完全に切れるって言ったじゃん。あれが起きちゃって。やべえ、課題出せねえとかなって。まあ、ギリギリ結局30分前とかには出せたんだけど、マジであれ危なかったね。本当に。<laughs> やめちくりーと思いながら。なんか一番最後の課題だったからしかも、わざわざやったのに出せねえみたいな状況になって。勘弁してほしかったね。ちょっと本当にね、うちのね、回線だけは本当に何とかしていただきたい。大家さんよろしくお願いいたします。<laughs> えー、じゃあね、次のお便り行きましょう。